10月のですね第2土曜日の結果ということなんですけど、まあまず結果からいきますと、投資の方なんですが8000じゃなくて8万7000です。回収なんですけど、まあ350枚ほど、ちょっと回収できて、最後バースズ打ちましたけど、今日っていうか、もうあれからね、一晩寝て考えたわけですよ、いろいろ、何が原因でこんだけ負けてるかと。わからん。いや、わかります。今回ね、一番大きい、一番負担が大きいのが、ガロを打ったんですけど、まあ、全然ダメだったんですよね。ガロを打って全然ダメだったんですけど、まあ今現在配信中の動画でもガロ打ってるんですけど、まあ今年ね、要は年内中にガロがもうさよならになっちゃうんで、ちょっとなんかガロ打ちたい気持ちがやっぱりね、こう湧いてくるんですよね。それで今回は残念ながら当てれなかったのが原因で、非常にまた早いペースで陸地たちとさよならしてしまいまして、またかなり苦しい負けとなったんですけど、店内の状況がですね、一応まああちこち各列っていうか、各島っていうか、最低4台ぐらい非常に良さそうな台があったりとか、あと A タイプコーナーが非常に頑張ってたので、まあ、この動画の配信の翌日、第2土曜日のノーリミットの実践の方なんですけど、まあそろそろそのいいところに座れるんじゃないかなと思ってます。確率的にはそろそろ座ってもおかしくない。毎回毎回、まあ番号悪かったりする時もあるんですけど、結構バラバラで入るので、いろんなところに入って偶然でもちゃんと下見してるんですけど、下見でマークした台に座ったことは今年1年であんまりないんですけど、座れた時は非常にいい気落としてる台があったりしますけど、偶然でもいいのでいい台に出会いたいと思います。で、あれですね、ノーリミット今年の収支というかトータル収支が非常に大変なことになってるんですけど、何が一番の原因かっていうのはもうやっぱりビンゴです。ビンゴです。ビンゴが一番の原因です。ビンゴが一番の原因なんで、今配信中の動画でも言いましたけど、多分ですけどあいつ一回ちゃんと出さないと永遠にこれが続くと思います。永遠に続くと思う。なんかゲームで言うとこう、まあ魔界村だったかな、日本語のタイトルは、一回クリアしたら1に戻されるんですよ。で、一回クリアした状態から1に戻されて強くなった状態でもう一回最後のラスボスまで行って、そのラスボスはやっと倒せるっていう。多分僕がビンゴでこうなんていうかな、ふわふわ一回して111でそれでやる気なくなって元に戻って、それでもう一回ラスボスまで行こうっていうのは、やってないっていうか、この例えは伝わってないと思います。頭の中ではうまく伝わってたけど伝わってないよね。まあ言うたら多分おそらくいつかはビンゴをやっつけないとこれが続くと真剣に思ってますので、それが明日なのか収録の時なのか、いつなのか、考えないと
まあ、ノーリミットに限らず一回どこかでビンゴで5000枚ぐらい、5000枚でいいです、出せばこの不調な時期が終わるんじゃないかなと思います。で、皆さんね、忘れずに、アスリートの抽選に参加したいと思っているんであれば、会員カードが必要だし、あと、まあ、店内ね、スロットコーナー、新基準というか、その、新しい機種、やっぱりいっぱい入ってきて、もともと出てる時の出玉が、要は、万枚、7000枚、8000枚とか、よくあったんですけど、パッと見、その4000枚は、前のインパクトが強すぎて、あの4000枚出ても、ふーんってなってる俺もいるんで、もう少しね、ちょっとしっかりと見て、どこが一番出てるかって、もっと明確に言えるように、僕も、今後ちょっと頑張っていきたいと思います。で、まあ、明日の、来店の時に、来てくれたら、僕はいい笑顔で、売ってるように祈っております。なので、どんな辛そうな顔してても、何がどうあっても声をかけて、それでもね、少しでも、現金は戻ってこないかもしれないですけど、現金は戻ってくるので、皆さんぜひですね、明日第2土曜日 P トレックマーメイド五反田駅から歩いてちょっとぐらいなんですよ、ぜひ朝来て、そして終わった後の飲み会、でぜひですね、僕と一緒に勝利の乾杯を明日しましょう。それでは、また明日ピートリックでお会いしましょう。さよなら、グッバイ and good night。